かつて陸の下で働いたが手にかけたということか。止めねばならんかったゆえ。鎧は見つからぬままなのか。挑んだ者は陸の怨霊に残らず食われちまったようです。息の猿は陸の眼と耳だという噂も立っとりますわ。では俺が今日を催したことは知られたな。船はどこで沈んだ。あの夜のことはあまり覚えとらんのです。もう一人生き残った船乗りならば、あるいは港です。糸間を見つけては竹の筋を登って、あの時の恐怖を忘れようとしとります。しかと聞いたぞ。ご用心を。猿が見とりますゆえ。陸には全てが見えておりますよ。その鎧、よもや唾で磨いてないだろうね。誰にも話してない。しっ、静かにしろ。人に聞かれる。長田湖の野営に近づくんじゃないよ。猛虎に奪われちまった。皆は無事か。まあね。その代わりお坊様が連れてかれたけど、でもあのお方がいなけりゃどうせのたれ死ぬ。御坊が生きておればここへ連れてまいろう。しばし待っておれ。どこへ行こうとも、その魂は囚われたままだ。鎧といえど心の内までは守れません。母上の曲も日差しのようであった。どのような調べだったか。